はい、どうも皆さんこんにちは、サンドライトです。今回はコーチングの方をやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。でコーチングやっていくんですけど、その前に告知がありまして、今回バロラントコーチング企画というものを行います。でこれはもう本当に誰でもコーチングするよっていうやつですね。で応募方法は概要欄にある自分の X、 まあツイッターですね、に、飛んでもらって、自分のツイッターの固定ツイート見ていただけたらわかるかなと思います。で応募期間が9月17日から23日とあるんですけど、現状応募が3件4件ぐらいなので、まあ、もうちょっと引き延ばそうかなと思います。25日26日あたりを締め日にしようかなと思ってます。まあ、一応誰でも応募するよと言ってるんですけど、もし、応募の数が多かったら、その中から適当に選んでやっていくって感じですね。まあできる限り多くの人をコーチングしたいと思ってるので、はい、気軽に参加してください。ということでコーチングの方やっていきます。今回、コーチングするのはプラムさんで、ランクがシルバー3、マップバインド、エージェントが月光ということで、で自由欄の方が守り最初の索敵ディジーの場所わからなくてということで、そこをね、まぁ、ちょっと注目して見つつ他の部分もいろいろ見ていきたいと思います。では早速、コーチングの方やっていくんですけど、まずはいつも通りエージェントを見ます。まずこっちのチームはジェット、アイソ、ブリーム、月光、サイファー、まあ、2D ですね。で相手チームは、ネオン、ブリム、月光、スカイ、サイファーということで、こっち 2D は相手 1D、ついにしみたいな感じですね。まあでも言うてバインドはね、別に何も関係ないんで、普通の構成ということで見ていきたいと思います。まずは攻めですね。攻めスターでフラッシュ入れる。はい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 。で今回、ハンドガンランド A ラッシュしようとしてたんですけど、 A 行くときって必ず相手も、まあ、A 来てるって分かってるんでアビリティ返してきます。例えばブリムスモーク、まあ、ブリムのモロトフとかあるので、A セットするってなったら必ずそれを想定して行ってください。じゃあ想定するとどうなるかっていうと、こっから目越しにで、体も同時にね前に行く感じ。スキル返ってくるのにここでフラッシュしてこうサイトに入らないっていうのが一番良くないので、もうスキル来てももしぶっちゃけこの台のおかげで全然前行けるので、はい、こういう感じで、であとはこうやってランプを置いたり、簡単にねこういうとこまで来れるから、こういう感じの入り方がいいかなって思います。ローテしてからのもう一回 A にカメラB にと、もうウィングマンが今ね走ってます。でもいいね、こうやってエルボー行ったり、色の強いポジション入ったり、2on3 でもめっちゃいい。これ全然勝てる。はい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 、はい、ちょっと待ってね。で今さっきさ、設置したじゃんここで。で味方エルボーでワンキル、まあ、狙おうとしてて、で相手思ったより早く解除してきたじゃん。でそういう時ってこのピークの仕方が2種類あって、じゃあ解除してるかどうか確認したかったら壁地下の方がいいです。壁地下で、なんで壁地下の方がいいかっていうと、こういう感じで見れるから、こういう感じ。もう言語化下手すぎる俺。まあこうやってポイって見て隠れることできる。でも壁が遠いとこう難しいじゃん。しかもなんか敵がさこういうとこにいたらさやられちゃうし、でもこれ敵こういうとこいても一瞬だったらこう結構隠れやすいから、なので、解除を確認したいときはこうこういう感じで、じゃあもし解除うんぬんとかじゃなくて敵とちゃんと戦いたいってときは壁から距離を置いてこう狙うでもいいし、まあ、2on3 だからさ解除を狙うっていうよりかは解除してないもう一人、なんか解除してる人とさもう一人こうやって置いてる人いるじゃん。でこの置いてる人に対してちゃんとこうやって当てるようにピークする。で、B スタートっすね。はいはいはい。 B 行く気満々の攻め方っすね。あめっちゃいいこのDJ。今のDJ解説すると、今ラウンド数が0対2じゃん。0対2ってどういうことかっていうと、相手は1個前のラウンドスペクターとかさガーディアンとかさハーフアーマーバンダルとか買ってるラウンドの次なのね。だから相手ってそういう武器が多いので、そういう武器が多いとどういうことかっていうと、こういう近い場所フッカーとか、まあ、ランプとかさバインドだったらねとかで結構戦ってくるの。ランプジャッジとかさ怖いとこに対してちゃんとアビリティ入れるっていうのは、めちゃくちゃいいことです。もう渋っちゃダメ。もうそこ敵いなかったとしてもこういうスキルっていうのはどんどん使っていった方がいい。 A 行くっぽいっすね。見届けたいと思います。で、もうなんかアイソが強すぎてなんかもう破壊してってフィジカルで、うん、実況で終わったわ。なんかいや
画像上げてるときなんか雑談が始まってる、はい、おお。オッケー。で今のラウンド、まあシャワー行ったわけです、ジェットについてってね。でジェットが、まあ結果的にこうやってドライでどんどん進行してもう取り切っちゃったんだけど、ぶっちゃけなんかイニシが、誰かカバーでこうやってシャワー行くときあるじゃん。でバインドってちょっと難しいんだけど、エリアが結構あるのね、他のマップと比べて。でこのエリアって、まあこっちが取ろうとしたら相手もそんなエリアを手放したくないから結構な頻度で守ってくるの、シャワーとか。だからこうやってドライで行くのもいいんだけど、イニシがいるからこそさ、もし敵いた場合のことを考えてスキル入れた方がいいんすよね。でしかも月光の強みってこれとかこれって使った後回収できるんで、これバインドっていうマップめっちゃ大事なんですよ、これが。なのでこれおすすめのやり方ですね。シャワー月光で取るってなったら、開幕でこれで取る。もうなんならね、一人でも取れるぐらい。相手の敵はね、このスキルの後こうやってピークしてきたり、まあ、全部ぶっ壊すのは無理かな。なんかブリム木とか来たら壊してくるかもしれないけど、こうやってシャワー取った後にさ、回収してローテでもいいし、ちょっと待ってからじゃあ A ショートの人たちと合わせてゴーでもいいし、自分が A ショート行って、それこそさっきのさ、このフラッシュでこう行くみたいな、こういう使い方ができます、月光。これガチで大事。バインド月光の強みっす、これが。まあ、シャワー以外でもそうだしね。OK。はい。なんか、スカイの鳥なんなかったね。ラッキーじゃない？今の人とデュオなのかな？あ、ちょっとタマね、この画面で解説するわ。今敵開幕さ、スカイの鳥来たじゃん。まあそれは、まあ、正直どうでもよくて、でその後にブリムのスモークがここに来たじゃん、ここ。ってことは相手ってこれよりも基本的に後ろなのね、もう 99.9%。 だからここに対してフラッシュ入れても無駄になっちゃうので、まあ、極のここにいるはずがないのね。なんでかっていうと、もしね角に敵がいて角の人が撃ちました、じゃあこのランプの人がそれをカバーしたいってなってもカバーができない状況なので、わざわざ敵がねここに木を焚いてこの角に敵がいるとかないので、ってことはここに月光の DC はまあ入れる必要がないということで、ここは使わなくていいよっていうお話です。まあ、開幕 T ベース2人スタートで、頭に来たアイソン、まあ、ちょっと細かい話だけど、味方のアイソがさここで撃ち合ったじゃん。でなんでアイソここで、銃構えてるかっていうと、ピークしてきた時にまず一つ目オフアングルだからね、ここもう分かんないじゃん、敵がどこに立ってるか。でこうピークしてきても倒しやすいね、まずアイソが。でプラスこの角度だと、じゃあもし敵ここピークしてきたら撃ち合ったらもうすぐそうそう、まあ、倒す。ワンチャンこのアイソがやられる可能性もあるし、確実に敵仕留めれるから、ここまで来た敵ゴッドエイムしない限り無理だよ、こんな感じの感じで。すぐ反応してすぐアイソ撃ち合った瞬間にもうオーバーでもいいよ、もう全然俺はよくオーバーする。じゃあ守り見てきます。ウィンドスカイ、あー DG ね、 DG、まあ、DG 本人もちょっとわからないこと多いって言ってたので話します。まず、開幕 A ショート、まあ、こういう DG 使ってたんだけど、この DG って敵がさこことかにいるかどうかチェックじゃん。でこれってぶっちゃけいらないっす。なんでかっていうと、消灯的なやつらってガンガンに足音とかスキルとか入れてくんの、敵いっぱいの時は。だからもうスキルとか入れなくても分かるの、敵いるかどうか。でどういう時に A ショートに、まあ、スキルを入れるかっていうと、敵がどこを来てるか分かんないって時、なんか敵がバラバラの時。だからこそなんかラウンドの開幕に入れるってよりかは、ラウンド始まってちょっと経ってからちょっと確認したいなって思って入れる。まあでもそれでもこのフラッシュはあんまりいらないかな。入れる時はもう戦う時かなってとかなのかな。 A ショット反応ないと、 B 目ハンドガンランドはガンガンやろう。待って、めっちゃいる。はい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 。で今のラウンドもう B っぽいなって分かってこう寄ってったじゃん。でその時にサイファーがまあ頑張って耐えてたのね、ここで。でまだサイファー生存してる時はそのサイファーのカバーを少しでも早くしたいから、こういうフラッシュとかなんか入れてあげるのもあり、正直。でもなんかぶっちゃけ間に合いそうだったから、もっとねもう気持ち早めにこうやってみたいな気持ち、こういう感じでいいと思う。ただもっと余裕そうだなと思ったら、まあ、ここ木たかれてると思うけど、こうやってあ、まあこういう感じ、まあ DG 見てたけどこういう感じのテンポで行くとめっちゃいいかも。今回 B ロンスタートですね。あー、ちょたま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 で今開幕 DG をここだったかなから、こういう感じで入れたの。
まあ、このジジイもちろん強いんだけど、今開幕1秒ぐらい、スタートし1秒経ってからこう入れたんだけど、そもそも敵が B 論のここね、ここにたどり着くまでって、まあ、1秒じゃたどり着かないよね。ここバリアあって、こうやってこうやってこうやって、ぶっちゃけ敵ってそんな早く来ないじゃん。気持ちね、B 論の場合は長めでいいと思う。まあ、俺だったら5秒ぐらいかな。そっち裏、裏サイファー気をつけて。あ、やばい、捕まえた。やばい、捕まえちゃった。大丈夫、リテイクする時間ある、これ大丈夫。急げ急げ急げ、天の声。まあ、いいよ。いや大丈夫大丈夫。エイムいいね、エイム。で今の月光ウルト捕まった後、これもう結構時間ないの今で、この後もすぐいいよ。ここめっちゃいい、ここめっちゃいいで、会場入れるのめっちゃいい。でこの後ね、この後でここってもうこっち時間なくて、相手は結構余裕持ってる、ブリムウルトもあってみたいな。だからこっちってより前に行ったり、解除した後にこっちとかさ、まあ、こっちを気にしてたじゃん。まあ、こういう動きよりかはもっと前行かないとやっぱラウンドも取れないから、怖いとこを見るってよりかはもう敵一番来そうなとこをもうグイグイ抑えに行こうみたいな感じの方がいい。今回 A スタートでハイ B 出ますと、ちょっとタンマね、タンマ。これはまずこれ見てほしいんだけど、まあ、アイソがワンキル取って、まあ、一応 B は濃厚ってなってるね。まあ、B 来てる。で、これで寄るのはめちゃくちゃいいこと。このブリムとかジェットとか。気をつけてほしいことがあって、相手にはサイファーっていうキャラがいて、まあ、サイファーの仕事はまあ楽。一人で動いていくんだよね。だから、例えばこの状況だと、敵の攻め側ね。攻め側が B に対して4人で攻めてて、サイファーが1人 A の詰め待ち、かつ A に対して1人でグイグイ来るみたいなさ、っていうことが考えられるわけ。だから、どんなに B 来てるってなってんでも、よっぽどもう B 角、もう 100% B じゃない、ワンチャンサイファーが落してるかもっていう時は必ず A に1人残ってください。でこれもさ、ラウンドを流していくとさ、まあ、ここら辺までいいよ。なんか B っぽいから、なんかいつも B 来てるから、まあ、寄ろう。いいよ全然。で B 来てる割にさ、サイファーの割とか全然切れて、なんならフッカーの割とかまだ切れてない。もう一番怖いこういう時 A だから残りましょう。じゃないとどうなるかっていうと、あ、B 止まった、 A かもしれないってなったら CT もある、ランプもある、なんかヘブンした、敵がどこいてもおかしくないってなってめっちゃ大変になるの。でも A 一人残っとくとちゃんとそういうのが見れるからって話です。で最後にまとめなんですけど、まず攻めの月光はとにかくアビリティ回収できるので、ラッシュじゃない時はもうバンバン使ってエリア取りで、ラッシュの時はフラッシュ入れながら行くみたいなさ、自分もちょっとデュエレストみたいな動きを交えるといいかなって思います。で守りはまあこうしろっていうのがなくて、まあディジ使うとしたら敵どこ来てるか分かんない、ちょっとここを確認しようって時にディジを真上とかに投げて、あ、ここまだ敵来てないわとかでもいいし、バインドのBロンとかってさ、ディジ真上フラッシュでピークするのめっちゃ強いじゃん。そういうのをしてもいいし、でもなんかキルジョイとかサイファーみたくこうした方がいいっていうのはないので、まあなんとも言えないんですけど、とにかく結構のアビリティは回収できるのでどんどん使っていきましょうということで締めくくりたいと思います。でこんな感じでコーチング終わりたいと思いますので、何かわからないこと質問とかあれば気軽にコメントの方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。